所沢市ところんところんは埼玉県所沢市のイメージマスコット。市政志向60周年記念事業の一環として2010年に誕生した。市の鳥であるひばりをモチーフとし、同市が航空発祥の地であることからプロペラ機のイメージを盛り込んだデザインとなっている。緑色のスカーフは特産品のさやま茶を表す。所沢市は2010年11月に 市政志向60周年を迎えるにあたり、記念事業の一つとして、市民に愛され親しまれるイメージマスコットの制作と、イベント等での活用を決定。同年5月より、デザイン工房を実施し、196点の応募作の中から竹並薫氏のデザイン画が採用された。9月には正式なイラストの公開と相性の工房を実施。1232通の応募の中から、 市内在住中学生の名称案が採用され、同年11月6日の記念式典でお披露目が行われた。誕生当初は、所沢市役所の企画総務課に所属していたが、2016年より商業観光課に異動となった。所沢市は2009年にもマスコットキャラクター、ひばりちゃんを制作していたが、ところんの誕生以後ひばりちゃんは広報の専任となり、 グッズ展開や着ぐるみでのイベント出張などは基本的に行っていない。広報市上等では両者が共演することもある。活動3周年の記念として2013年11月8日に所沢市の特別住民票が発行され、出生地や本籍地などのキャラクター設定がまとめられた。ただし後年に集定され特別住民票の表記とずれた状態になっている設定もある。 2010年のお披露目に合わせて着ぐるみが作成され、市内外の各種イベントへ参加している。2015年には、所沢市消防団特命 PR 団員に任命され、防災 PR 活動へ集中的に参加。2019年より、タレントの村方茜子がアテンド役に就任し、イベント参加時のアシスタントを務めている。 誕生当初からゆる玉応援団のナンバー41、メンバーとしても活動しており、2012年には埼玉県の健康大使に任命され、県内のマスコットキャラクターと共同で、健身 PR 活動を行っている。2020年8月には、テレビ埼玉の情報番組、待ち込みによるダンス動画企画にも参加。 同年11月14日に行われた埼玉150周年1年前、イベントではツイッターによる人気投票を経て、コバトン 20th Anniversary Stage に登壇した。ゆるキャラグランプリには2012年に初参加し43位にランクイン。その後2013年、2014年、2015年、2016年とエントリーを続けていたが、2017年以後の、 グランプリには参加していない。グランプリ実行委員会が発行するゆるキャラトレカ第1弾のメンバーに選ばれており、カードは2020年現在も引き続き配布されている。世界キャラクターさ、ミッドイ・ウンハブには2010年の第1回より参加。オンライン番組、24時間無事なも、M、CH の形式での開催となった2020年実施会にも中継で出演した。その他に、 キャラスポ祭り、ふなっしープレゼンツご当地キャラフェストを各種のキャラクターイベントに参加している。埼玉県外のキャラクターとのコラボ活動も行っており、2018年には、うなりくん、ワネぴょんとのユニット、飛行機図を結成している。北斗富士のところん、デザイン化粧回しスポーツ分野では、市内に拠点を置く、プロ野球球団埼玉西武ライオンズや、 プロバスケットボールチーム埼玉ブロンコスの応援活動を行っている。埼玉西部ライオンズのマスコットであるレオライナとのコラボには口述するマンホール街のほか、2018年より枚数限定で交付を開始したデザインナンバープレート等がある。また、所沢市出身の大相撲力士である北斗富士の化粧回しにはところんのイラストをあしらったものが存在する。音楽分野では、 2014年にみんなで歌って踊れるテーマソングの公募を実施。ソング部門は所沢市出身の J-POP グループ J.S. ガーデンによるトーコトーコトコロン。温度部門は朝倉おさむトのロンろ温度が採用され CD が発売されるとともに振付動画等も公開された。J.S. ガーデンは翌2015年に所沢市の観光大使に就任したことから 共同でのイベント活動を多く行っている。ところんのイラストは様々なシチュエーションを想定したものが素材用に配布されており、ガイドラインに従った非営利目的の利用であれば原則自由に使うことができる。これらのイラストは所沢市の事業や観光物等にも広く使用されている。特にマンホール街、消火船街は2014年を初めて ところん、イラストが採用されて、以後、埼玉西部ライオンズのマスコットレオとのコラボデザインや、LED 自発光型広告マンホール外の試験設置モデル等、複数のデザインが作成されており、下水道広報プラットフォーム発行のマンホールカード、第1弾及び第8弾にも収録されている。交通インフラ面では、所沢市のコミュニティバスにあたるところバスに、ところん、 ラッピング車体が使用されている。2014年、2015年、2016年に導入されたデザインは市内にある埼玉県立芸術総合高等学校のパソコン部が市の依頼を受けて制作しており、2018年導入のデザインは市の感学連携パートナーであった日本大学芸術学部のデザイン学科学生に名によるものである。 ところんの名称を関する事業としては、2012年に開設されたところざわ市市民活動支援センター、情報サイト、ところんウェブのほか、2016年に、ところざわ市の健康づくり支援事業としてスタートした、ところん、竹ゆマイレージ等がある。ところん、竹ゆマイレージは2020年に、埼玉県の実施する、コバトン健康マイレージと連動を開始するにあたり、とことこ、 竹行マイレージに解消したが、引き続き、ロゴマークに、ところんのイラストが採用されている。また、町ごと、エコタウン、ところざわ構想の一環として2020年に、設立された、地域新電力会社である、株式会社ところざわ未来電力は、家庭向け契約プランに、ところん電気という名称をつけている。缶バッジや、キーホルダー等の雑貨類をはじめ、衣類、 文具類、食品等の多岐にわたるグッズが制作、販売されている。前室のテーマソング CD や水道局の、所沢の水のように、所沢市や関連団体が制作するものもあるが、多くは使用許諾を受けた、業者、団体による商品である。所沢市が特産品の創出支援を目的として2018年により、実施している。 ところざわブランド特産品事業の認定商品にも、ところをあしらったものが複数あり、特に2020年の第3回認定審査では、セック人形店、クラカタ人形が、ところぬいぐるみをベースに作成した、ひな人形が選出された。クラカタ人形作成のところぬいぐるみは、通常モデルも発売されており、2020年6月から10月にかけては、 医療従事者支援のための寄付金付きモデルが数量限定で販売され、所沢市を通じて計30万円の寄付が行われた。ありがとうございます。